こんにちは、ボムです。今回は12月22日アップデート新東祭の結納選手まとめを見ていきましょう。この動画では12月22日アップデートで新しく搭載された中で気になる選手4名を見ていきます。それでは見ていきましょう。はい、1人目はお家出地。最近ちょこちょこ出場してるみたいで搭載されています。スピードとボディコントロールに特徴のある選手のようです。決定力や足元をつけて大場宮みたいに成長してほしいですね。2人目はブルーノ。スペイン2部に強そうな選手が追加されていました。守備能力は PV1 として少し高いくらい、スキルが強すぎますね。マンマーク、インターセプトなど守備のスキルを全て揃えています。全てあるのは PV1 でブルーノのみ、他のレアリティを含めても数えるくらいしかいないはずなんで取っておきましょう。はい、次はアメルス・フォールト。優秀なヘッダーですね。ヘディングジャンプ、フィジカルコンタクトが元から70超えています。そこにポイントを突っ込むと90代後半まで上がります。身長は193センチ、ヘッダー持ちということで PV4、PV5 の相手にも戦えるはずです。はい、最後はソフィアのフェグリ。確か前にいたはずなんで再搭載になるんですかね。33歳ということで、前世紀からするとフィジカル面は落ちていますが、ドリブル能力などのテクニックは残っているようです。はい、今回は12月22日アップで新搭載の有能選手まとめを見ていきました。今後も PV1 から PV3 の選手を紹介していきますので、チャンネル登録をお願いします。以上であります。バイバイ。